おはようございます。メリカミタチです。今日はジビエアプリューム、夜勤類を使ったパテドジビエ、ジビエのパテを作っていきたいと思います。今回は極力全部見せるためにカットしないようにして動画を作りましたので、ちょっと長いですけども最後まで楽しみにいてください。それでは始めましょう。それでは下処理の方していきます。まずはコルベーからですけども、基本的にボラ油、鶏関係はですね、さばき方は一緒になります。なので、以前にも紹介した鶏のデゾセさばき方の動画を参考にしてみてください。続いて首吊るの方を処理していきます。すべての鶏系ですね、丸鶏系はこのような感じに処理していきます。下から皮を引っ張って背中の方を切って、できるだけ長く首吊るを残してあります。長く残すことによって後でフォンを取るときにより多くの骨と肉がフォンの中に入りますので、より美味しいフォンが取れます。今回は内臓は必要なかったので、内臓ついたまま、そのまま中を抜かずに、デゾセさばいていってます。皮も使わないのでフランベ、毛は焼いていません。基本的に肉を処理するときですけども、包丁を持っている手で肉を触らない、包丁を持っている手をきれいに保つということです。包丁を持っている手が汚れたりするとですね、滑ったりして怪我をする恐れもありますし、包丁が滑って仕事のスピードがだいぶ遅くなります。なので包丁を持っている手に関しては肉を触らないようにしてきれいに保つっていうのが一つのポイントになります。今回のパテですけども、ジビアプルム、夜勤という訳し方になりますけども、まあ、毛のついている鳥系ですね、コルベ、アオクミ、マガモ、パロンブ、ヤマバト、リエブル、ノウサギになります。このように皮を剥いでいくときですけども、包丁で押さえながら、手は使わずにですね、包丁で押さえながら皮を剥いでいきます。いくらパテで、ビアンキ火が入るからといってもですね、こういう筋は丁寧に取ってやった方が口に残らずに美味しいパテができます。もちろんジビエなので三段が入ってますので、掃除しながらもし見つけたら取り除いてください。続いてキュイス、桃の方ですけど、まず皮を外していきます。皮を外してからデゾッセ、骨を外していきます。この時も決して包丁を持っている手は使わないで、きれいなまま保ってください。デゾスした後の骨はまたブイヨンを取るときに使いますので、置いといてください。次にパロンブ、野生の鳩ですね、をさばいていきますけれども、これも先ほどと同じ方法でデゾスさばいていきます。
パロンブのもも肉は上の方の肉だけ使います。先っぽの方は筋が硬くなってて硬すぎるので、今回はブイヨンに回します。キュイスドキャナ、鴨のもも肉です。本来この肉ですけども、コンフィ用の肉を使ってます。なので肉質が硬くてですね、非常に旨味の詰まった肉です。これも皮を剥いでデゾッセしていきます。もも肉を裏を向けてデゾッセしていきます。これも、以前鶏のデゾッセという動画で上げてますので、参考にしてみてください。もちろんこの骨もブイヨン取るために使いますので、置いといてください。デゾッセさばき終わったら、筋もしくは骨片ですね、骨がついてないか確認してきれいに取っていきます。続いてリエーブル、エボルドリエーブルのウサギの肩の肉をデゾッセさばいていきます。エボルドリエーブルのウサギの前足ですけども、筋肉質でよりパテに適した部位だと思います。これが下処理が終わった肉です。左からリエブル、キャナー、パロンブ、コルベーになります。ミンチマシンにかけるために肉を切っていきます。この時ですけども、繊維に沿った状態ですね。筋肉の繊維に沿った状態で切っていきます。あとこの細長く切った状態でミンチマシンに入れると、筋肉の繊維を横に切断してくれるので、このまま繊維が長い状態、筋肉の繊維が長い状態で下処理して切っていきます。続いてコルベールとパロンブのフィレ肉ですね。胸の肉は大きいキューブに切って、ミンチマシンにかけずに大きいキューブのままパテの中に入れていきたいと思います。ここでパテにとても重要な材料ですね、ゴルジュドポ。日本でいうトントロの部分になると思うんですけども、喉の部分ですね、喉の部分の豚の喉の部分、ゴルジュドポを掃除していきます。見た感じこういう感じにですね、リンパみたいなブニブニした部分があるので、それをきれいに取り除いていってあります。この私が持った部分、他の部位と違います。リンパなので、これは取り外してあります。
先ほどと同じように、筋肉に沿って長く細長く切ってあります。フォワードバラ油、鶏の肝です。これもパテには欠かせない材料の一つです。丁寧に血管筋を取り除いてあります。そして内側にですね、胆のうから染み出た胆汁で緑色になっている部分がありますので、それはきれいに取り除いてやってください。この胆のうの一部でも残ってパテに入ってしまうと苦味がパテ全体に広がってしまいますので、そこの辺はよく気をつけて見ながら掃除してください。今回フォアグラはフレッシュのフォアグラの端の部分を使いましたけども、フォアグラのテリーヌのカスでも構いません。適当な大きさに切って後でミンチにかけます。背脂の部分、ラ・コロナータを使います。こちら皮の部分と肉の部分をきれいに取ってきれいなキューブに切ってあります。だいたい5ミリ角のキューブに切ります。きれいに切れたらコロナータを塩茹でします。沸いてるお湯に入れてさっと一沸かししたらザルに引き上げておいてください。続いてエシャロットのしずれをしていきます。もちろんエブルシェ、きれいに皮をむいて乾いてるところがないか、腐ってるところがないか確認してから半分に切ってエマンセしてしずれにしていきます。しずれできたら先ほどのラーコロナータのカスを入れて油を出しながら色をつけずにシュウェイしていきます。この時塩は入れずに、色をつけずにきっちり火を入れていきます。こちらがすべての材料になります。またルセットは概要欄に書いておきますので参考にしてください。それでは最後の工程です。ミンチマシンにかけていきます。もちろん電動のマシンがあった方が、よりいいと思います。ミンチが終わったら、全ての材料を混ぜていきます。まずミンチ、大きく切ったフィレ肉、エシャロット、コリントレーズン、あとラーコロナータのブランシーしたもので、ニンニクの生をすりおろして入れていきます。ここで塩、胡椒、砂糖、セルニトリテ、亜硝酸塩を混ぜたものを入れてよく混ぜていきます。塩を入れた後よく練ることによってより旨味の強いパテになります。セルニトリテ、亜硝酸塩ですけども、もともと岩塩に天然で含まれていた成分の一つです。発色剤という感じで言われますけども、このセルニトリテを使った結果、筋肉が潰れてより旨味が出た状態でたまたま赤くなったということで、赤くするために使うわけではありません。なので筋肉の繊維を潰してより旨味を出すためにこの亜硝酸塩、セルニトリテを使っています。例えば生ハムですね、生ハムみたいとか、あとパンチェッタ、ベーコンなんかはもともとこの作用を利用した旨味をより増した肉の加工品になります。よく粘りが出たところで白ワインとマイゼナ、コーンスターチを溶いたもの、生クリーム、コニャックを入れて、あと卵を割ってですね、よく混ぜていきます。見た感じかなり緩い感じがしますけども、一晩冷蔵庫でマリネすると肉が全部水分を吸ってくれます。
作るための最大のポイント、オーブンから出してすぐに熱々のジュレドジビエをかけてやります。余分な油が溢れきるまで熱々のジュレドジビエをかけ続けてください。煮込み料理も一緒ですけども、肉は冷めるときに味を吸い込んでいきます。ということはですね、ブイヨンを吸うイコールしっとりとしたパテができるということです。なのでここで使うジュレドジビエは美味しいジュレドジビエを作ってください。また動画を上げますので参考にしてください。その後プラックで上から重しをしてですね、平らにします。この時粗熱が取れるまで常温でゆっくり冷ましてあります。こうすることによってジュレがじんわりと中に入っていって美味しいパテができます。粗熱が取れたらこの重りがついた状態で冷蔵庫で一晩きっちり冷やしてあります。冷えたら重りを外してラップとアルミをして最低1週間冷蔵庫で寝かしてあります。アルミホイルをするのは光を遮断することによって色の変色を防ぐためです。よく温めた包丁でまず切っていきます。もし1回でこのテリーノ全部使うのであれば、テリーノから出して全部切ってもらっても構いません。今回のように1枚ずつテリーノを切って出す方法ですけども、その理由としてはテリーヌから抜いてしまうと空気に当たる面が増えて劣化してしまいますっていうのがまず一つですね。あともう一つはテリーヌごと火を入れてることによって全体的に殺菌されているので、テリーヌに入れたままの方がより長持ちします。それではドレッセ盛り付けていきます。シンプルに真ん中にパテを置いて、赤キャベツとパプリカと粒マスタードのピクルスを上に置いて完成です。またこのピクルスは動画を上げますので参考にしてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。